確かに声が聞こえた。勇気を拾い集めて目を開ければ遠くに見えていた早急の光。誰かが今日もどこかで名もなき声に傷つく行き場を失った悲しみを救い、何を信じ何を知ってどこへ向かえばいいというのだろう。新しい今日が始まる。見上げた空はいつしか重なり一つに変わっていく。同じこと場所からいつも迎えよう。ちゃんと進んでいくよ。聞こえているよあなたの声。誰かの汗も涙も届くことなく消えてく。目に見えるものが全ての世界の中で、何をつかみ何を捨ててどこへ向かえばいいというのだ。